カルロ・リッツ・アーニは、イタリアの映画監督、脚本家、批評家。第二次世界大戦前のローマに生まれたリッツ・アーニは、まず脚本家として働き始め、いずれも1948年の映画である、ロベルト・ロッセリーニ監督の、ドイツ・レイヤー・アルベルト・ラットアーダ監督の、ボーガワの水車小屋、また、ジュゼッペ・ゲ・サンティス監督の1949年の映画、苦い米脚本に参加し、 二外米は第23回アカデミー賞で原版賞にノミネートされた。複数のドキュメンタリー作品の監督を務めた後、リッツアーには1951年の映画で第二次世界大戦を舞台にしたドラマアハトゥング・バンジチによりフィーチャー映画の監督としてデビューした。監督デビュー後もオリーブの下に平和はないの脚本の共作に参加するなど、 脚本家としても活動した。第7回ンに国際映画祭のコンペティション部門に出品された1954年の映画、クロノケ・ディ・ポーベリ・アマンチにより尊敬を集めた。彼は、ミラノの銀行強盗や、マンハッタン皆殺し作戦、犯罪コメディ、ローマ・ベネで、ジャンル映画、特に、クライム映画に長けた監督としての提供を得た。L、オロディ・ローマでは、 ローマのユダヤ人たちの最後の国外退去と1943年10月のローマ月頭への大襲撃と称されるユダヤ人狩りをめぐる出来事を描いた。1968年のミラノの銀行強盗はダビッド・ディドナテロ賞の監督賞とナストロ・ダルジェント賞の脚本賞を受賞した。1980年代にはイタリアのテレビで頻繁に活動し、また、 1979年から1982年までの4回にわたってベネツィア国際映画祭の監督を務めた。1994年には第44回ベルリン国際映画祭で審査会の一員を務めた。1996年の映画セルロイドは無防備都市の制作過程を追ったもので、この作品で彼はダビッド・ディドナテロ脚本賞を受賞した。 リッツァーニは、1950年代以降、映画についての著作を数多く発表した。1996年には、イタリア共和国功労軍賞グランデ・ウッフィチャーレを受賞し、2002年にはさらにカバリエーレ・ディ・グラン・クローチェを受賞した。2013年10月5日、91歳のリッツァーニは、ローマのグラッチガイの自宅マンションのバルコニーから身を投げ、自殺した。 晩年のリッツアーには、自身や妻の病気に悩んでいたとも報じられた。日本公開の際の放題など、日本語台があるものは、各校の先頭に、また、イタリア語現代と大きく異なる。英語台があるものは、各校の末尾に、それぞれ追記している。フィーチャードキュメンタリー、ありがとうございます。